とかですね、建造物、いっぱいあるわけですね。その中にはこう非常に美しいなと思うのと、ごちゃごちゃしてるなとか思ったりするのはあるんですね。この人間がこの自然から生きてきたというところからですね、やはり人間はこう自然にあまり多く手の加わったものについてはですね、非常にある意味では嫌な感じがするようですね。例えば、ここに富士山の冬の景色を描いたんですけど、写真を出したんですが、どんなものでもそうなんですけども、自然っていうのはですね、割合と三角形が多いんですね。富士山も三角形っちゃ三角形ですし、手前にある何か、収穫の稲わらの構造物も三角ですよね。それから木もどっちかって言ったら三角形に近いですよね。で、山も木も、こういった自然にできるものも、ややこう先が尖って、円錐型っていうんですかね。そういうものが比較的多い。それと、平面ですね。平野とか、そういった畑とかいった平面。それから、蛇行している川みたいなものがありますね。いずれも、自然の形っていうのはそういう形の組み合わせなんですね。ところが、人間が作りますとですね、すぐ四角形になるんですよ。家もだいたい四角形ですよね。屋根は三角形にすることが多いんですけれども、基本的には部屋の中に入りますと、四角いところが多いんですよね、すごく。ですから、人工的なやつは四角、それから自然は三角っていう、非常に簡単に言うと、そんな感じがするんですね。やや自然は凸凹してて、少し不定形で、端もはっきりしないっていうのが普通で、それに対して、例えば部屋の周りを見渡したり、ベッドにしろ、テレビにしろですね、何にしても割合と端がすっきりして、ピシャーンとしてるんですね。ギザギザしてないんです。自然のものと人工のものってのは非常に違うんですね。そうしますとですね、本当にこう不思議なのが、自然の景色っていうのは大変に綺麗なんですけれども、この富士山の綺麗な景色にの中に溶け込むような人間の建造物とか自動車とか船とか言うとですね、非常に形が難しい。船ぐらいですとですね、かなり穂先も特徴的ですし、なかなか自然に近い形をしてるんですが、得てして人工物っていうのは自然と形が違うんですね。で、そのうちに人間がだんだん美術というものとかデザインというものが発達してくると、自然と同じような、もしくは自然を凌駕するような形を持ったものが出てくるかもしれませんけれども、今のところですね、自然がやっぱり一番美しいんですよね。マッターホルンとか、富士山とかいう山もものすごく綺麗ですし、それから人間の手がちょっと加わったぐらいの範囲であれば、田園風景とかですね、そういうのも非常に見事なものがあるんですが、人間の都会はですね、よっぽどのとこ以外はほとんどが、汚らしいですね。つまり人工的なものはほとんどが汚らしくて、自然のものはほとんどが綺麗だというのは私たちのやっぱり人間の持つ感性がですね、今から1万年ぐらい前まで、もっとこっちかもしれませんが、2000年ぐらいまではですね、自然の中に我々が住み、それが残っているということが言えますね。文化的遺伝子として残っているのか、それともミラーニューロンのような形で残っているのかは分かりませんが、いずれにしても我々の体の中に染み渡っているわけです。建物もそうでですね、部屋の中なんかの壁もですね、非常に難しいわけです。壁材っていう壁にはですね、普通は安上がりで済ませるためなんですけれども、合板でできた材木とかですね、あるいはコンクリート、スレートといったもののですね、上に壁紙を貼るわけですが、これはもうどんなうまくデザインした壁紙貼ってもですね、あまり人間にはいい感じがしないんですね。で、壁材で最もいいっていうのはやっぱり漆喰、大理石、無垢の木という感じになってしまうんですね。で、
まあ、これはもちろん漆喰にしても大理石にしてもそれから無垢の木にしてもいずれも自然物ですね。漆喰とか大理石は無機物ですからもともと死んでいるものなんですが、樹木は生きているものを切って作ってもですねやっぱり無垢の木のものはいいんですよね。それ合板でほとんどその無垢の木と同じように作った高級な合板でもやっぱり人間には安らぎを与えてくれないわけです。むしろそれよりかもうちょっと人間は感性が鋭くて合板の上に薄っぺらい、切り込んだですね 2,3 ミリの無垢の木を貼ってもですねなんとなく落ち着かないわけですね。これはまあ街路樹なんかもそうなんですが、整然と植えた街路樹みたいなものはとかですね、それからマンションの中庭に生えていて元気のない樹木みたいなものはですねやっぱり人間にいい印象を与えないんですね。まあ、そういう点である時にその自然と溶け込もうというかということで、例えば駐車場の下に芝生を生やしたり、それから、壁にツタを這わせたりしてですね、あの自然の擬態を作るっていうのももう今はほとんど流行っておりませんね。まあ、一時あの自然に帰れ自然に帰れっていう1990年代に若干流行っただけでやっぱりまがいものなんですね。そしてまた自然というのはごちゃごちゃしてるようでごちゃごちゃしてない、まあ、部屋の中に、その廊下に何か段ボールが置いてあったり、玄関に靴が脱ぎ捨てられてあるのが多数あったりしますとですね、まあ免疫力が下がって風邪をひくと言われますしね。また、寝室の上が斜め天井になってたり、また大きなシャンデリアなんかあると、まあ、癌になるとも言われ、さらには、寝室の中に昼間着てた洋服を下げておくのもですね、心理的な影響があると言われているわけです。まあ、この科学と命ということではですね、今まで生物と生物の関係、例えば寿命の第三原則なんかを話してまいりましたけれども、人間の感性というのは単に生物と生物の間ばかりでなくて、生物と無生物の間とか私たちの建物の中とか、それから四角形で作られた非常に冷たい幾何学的な空間というものに対してですね、やっぱり安らぎを感じないわけですね。こういったものがですね、まあ、人間全体にどういう影響を与えてるかということはまだ分かってないんですね。非常に科学者の中で困った人たちがいてですね、その、まあ、困った人たちというのも私傲慢なんですけども、実は今までの科学で分かってるところと分かってないところがあるわけですね。おそらくは分かってないところが非常に多いわけです。その分かってないところの一つに、まだ見つかってない通信手段とか、例えば私たちはテレビとかそういう電磁波の通信手段は知ってるんですね。これは雷があったので電気というものが分かり、マクスウェルが電磁方程式を作り、そして我々は今テレビとかスマホとかあらゆるものに電気を使っているわけですね。ただこれはその雷というのがあっただけのことで、まだ人間相互の通信手段であるとか、それがその人間相互が通信しているのか、それとも人間が目で見たものが相互に共通した概念になって、それが脳で処理されることによってやはり共通的なテレパシーのようなのが発生するのか、それとも具体的なその通信手段があるのかということはまだわからないんですね。死後の世界もそうですし、別の宇宙もそうです。しかしそういうのはそのこれから見つかっていく可能性があるわけですね。ある人がですね、壁から自分たちに送る通信のセンサーっていうのをもし発見したら、それでまた大きな新しいいろんなものが発見されるでしょうね。まあ、それをギブソンたちがですね、アフォーダンスと言ったりして、まあ、随分研究も行われ、アフォーダンスの存在を示す実験なんかもあるんですけども、それでもまだ完全には捉えられてないわけですね。この人間の感性、もしくは我々が快適だと考えること、もしくは私たちがなぜ腹を立てるのか、なぜ風邪をひくのか、なぜ癌になるのか、
なぜその背の高さは1メートル70センチなのか、全部まだ解明がされていない、まあ、領域であると、まあ、いうことが、まあ、言えます。景色とかですね、建造物、まあ、いっぱいあるわけですね。その中にはこう非常に美しいなと思うのと、まあ、ごちゃごちゃしてるなとか思ったりするのがあるんですね。まあこの人間がこの自然から生きてきたというところからですね、やはり人間はこう自然にあまり多く手の加わったものについてはですね、非常にその、まあ、ある意味では嫌な感じがするようですね。例えばまあここにあの富士山の冬の景色を描いたんですけど、写真を出したんですが、まあ、どんなものでもそうなんですけども、自然っていうのはですね、割合と三角形が多いんですね。富士山もまあ三角形っちゃ三角形ですし、まあ、手前にある何か収穫の稲わらの構造物も三角ですよね。それから木もどっちかったら三角形に近いですよね。で山も木も、まあ、こういった自然にできるものもややこう先が尖って円錐型っていうんですかね、まあ、そういうものが比較的多い。それと、平面ですね、平野とかそういった畑とかいった平面、それから、蛇行している川みたいなものがありますね。まあ、いずれも自然の形っていうのはそういう形の組み合わせなんですね。ところが人間が作りますとですね、すぐ四角形になるんですよ。まあ、家もだいたい四角形ですよね。屋根は三角形にすることが多いんですけれども、まあ、基本的には部屋の中に入りますと、まあ、四角いところが多いんですよね、すごく。ですから、まあ、人工的なやつは四角、それから自然は三角っていう、まあ、非常に簡単に言うと、まあ、そんな感じがするんですね。やや自然はデコボコしてて少し不定形で端もはっきりしないっていうのが普通で、それに対して、例えば部屋の周りを見渡したり、ベッドにしろテレビにしろですね、何にしても我々と端がすっきりしてピシャーンとしてるんですね。ギザギザしてないんです。自然のものと人工のものってのは非常に違うんですね。そうしますとですね、本当にこう不思議なのが、自然の景色っていうのは大変に綺麗なんですけれども、この富士山の綺麗な景色にの中に溶け込むような人間の建造物とか自動車とか船とかいうとですね、非常に形が難しい。船ぐらいですとですね、かなり穂先も特徴的ですし、まあなかなか自然に近い形をしてるんですが、得てして人工物っていうのは自然と形が違うんですね。でそのうちに人間がだん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 美術というものとかデザインというものが発達してくると、まあ、自然と同じような、もしくは自然を凌駕するような形を持ったものが出てくるかもしれませんけれども、今のところですね、自然がやっぱり一番美しいんですよね。マッターホルンとか富士山とかいう山もものすごく綺麗ですし、それから人間の手がちょっと加わったぐらいの範囲であれば、まあ、田園風景とかですね、まあ、そういうのも非常に見事なものがあるんですが、人間の都会はですね、まあ、よっぽどのとこ以外はほとんどが、まあ、汚らしいですね。つまり人工的なものはほとんどが汚らしくて、まあ、自然のものはほとんどが綺麗だというのは、私たちのやっぱり人間の持つ感性がですね、まあ今から1万年ぐらい前まで、まあ、もっとこっちかもしれませんが、2000年ぐらいまではですね、自然の中に我々が住み、それが残っているということが言えますね。まあ、文化的遺伝子として残っているのか、それともミラーニューロンのような形で残っているのかは分かりませんが、いずれにしても我々の体の中に染み渡っているわけです。建物もそうでですね、部屋の中なんかの壁もですね、非常に難しいわけです。壁材っていう壁にはですね、まあ、普通は安上がりで済ませるためなんですけれども、まあ、合板でできた材木とかですね、あるいはコンクリート、スレートといったもののですね、上に壁紙を貼るわけですが、これはもうどんなうまくデザインした壁紙貼ってもですね、
あまり人間にはいい感じがしないんですね。で、壁材で最もいいっていうのはやっぱり漆喰、大理石、無垢の木という感じになってしまうんですね。で、まあこれはまあもちろん漆喰にしても大理石にしても、それから無垢の木にしても、いずれも自然物ですね。漆喰とか大理石は無機物ですから、もともと死んでいるものなんですが、樹木は生きているものを切って作ってもですね、やっぱり無垢の木のものはいいんですよね。それ合板でほとんどその無垢の木と同じように作った高級な合板でもやっぱり人間には安らぎを与えてくれないわけです。むしろそれよりかもうちょっと人間は感性が鋭くて、合板の上に薄っぺらい、切り込んだですね 2,3 ミリの無垢の木を張ってもですね、なんとなく落ち着かないわけですね。これはまあ街路樹なんかもそうなんですが、整然と植えた街路樹みたいなものはとかですね、それからマンションの中庭に生えていて元気のない樹木みたいなものはですね、やっぱり人間にいい印象を与えないんですね。まあそういう点である時にその自然と溶け込もうというかということで、例えば駐車場の下に芝生を生やしたり、それから壁にツタを這わせたりしてですね、あの自然の擬態を作るっていうのも、もう今はほとんど流行っておりませんね。一時あの自然に帰れ自然に帰れっていう1990年代に若干流行っただけで、やっぱりまがいものなんですね。そしてまた自然というのはごちゃごちゃしてるようでごちゃごちゃしてない。部屋の中に、その廊下に何か段ボールが置いてあったり、玄関に靴が脱ぎ捨てられてあるのが多数あったりしますとですね、まあ免疫力が下がって風邪をひくと言われますしね。また、寝室の上が斜め天井になってたり、また大きなシャンデリアなんかあると、まあ、癌になるとも言われ、さらには、寝室の中に昼間着てた洋服を下げておくのもですね、心理的な影響があると言われているわけです。まあ、この科学と命ということではですね、今まで生物と生物の関係、例えば寿命の第三原則なんかを話してまいりましたけれども、人間の感性というのは単に生物と生物の間ばかりでなくて、生物と無生物の間とか、私たちの建物の中とか、それから四角形で作られた非常に冷たい幾何学的な空間というものに対してですね、やっぱり安らぎを感じないわけですね。こういったものがですね、まあ、人間全体にどういう影響を与えてるかということはまだ分かってないんですね。非常に科学者の中で困った人たちがいてですね、その、まあ、困った人たちというのを私傲慢なんですけども、実は今までの科学で分かってるところと分かってないところがあるわけですね。おそらくは分かってないところが非常に多いわけです。その分かってないところの一つに、まだ見つかってない通信手段とか、例えば私たちはテレビとかそういう電磁波の通信手段は知ってるんですね。これは雷があったので電気というものが分かり、マクスウェルが電磁方程式を作り、そして我々は今テレビとかスマホとかあらゆるものに電気を使っているわけですね。ただこれはその雷というのがあっただけのことで、まだ人間相互の通信手段であるとか、それがその人間相互が通信しているのか、それとも人間が目で見たものが相互に共通した概念になって、それが脳で処理されることによってやはり共通的なテレパシーのようなのが発生するのか、それとも具体的なその通信手段があるのかということはまだわからないんですね。死後の世界もそうですし、別の宇宙もそうです。しかしそういうのはそのこれから見つかっていく可能性があるわけですね。ある人がですね、壁から自分たちに送る通信のセンサーっていうのをもし発見したら、それでまた大きな新しいいろんなものが発見されるでしょうね。まあ、それをギブソンたちがですね、アフォーダンスと言ったりして、まあ、随分研究も行われ、アフォーダンスの存在を示す実験なんかもあるんですけども、それでもまだ完全には捉えられてないわけですね。
この人間の感性、もしくは我々が快適だと考えること、もしくは私たちがなぜ腹を立てるのか、なぜ風邪をひくのか、なぜがんになるのか、なぜその背の高さは1メートル70センチなのか、全部まだ解明がされていない、まあ、領域であると、まあ、いうことが、まあ、言えます。あまり多く手の加わったものについてはですね、非常にその、まあ、ある意味では嫌な感じがするようですね。例えば、まあ、ここにあの富士山の冬の景色を描いたんですけど、写真を出したんですが、まあ、どんなものでもそうなんですけども、自然っていうのはですね、割合と三角形が多いんですね。富士山もまあ三角形っちゃ三角形ですし、まあ、手前にある何か収穫の稲わらの構造物も三角ですよね。それから木もどっちかったら三角形に近いですよね。で、山も木も、まあ、こういった自然にできるものもややこう先が尖って円錐型っていうんですかね、まあ、そういうものが比較的多い。それと、平面ですね、平野とかそういった畑とかいった平面、それから、蛇行している川みたいなものがありますね。まあ、いずれも自然の形っていうのはそういう形の組み合わせなんですね。ところが人間が作りますとですね、すぐ四角形になるんですよ。まあ、家もだいたい四角形ですよね。屋根は三角形にすることが多いんですけれども、まあ、基本的には部屋の中に入りますと、まあ、四角いところが多いんですよね、すごく。ですから、まあ、人工的なやつは四角、それから自然は三角っていう、まあ、非常に簡単に言うと、まあ、そんな感じがするんですね。やや自然はデコボコしてて少し不定形で端もはっきりしないっていうのが普通で、それに対して、例えば部屋の周りを見渡したり、ベッドにしろテレビにしろですね、何にしても我々と端がすっきりしてピシャーンとしてるんですね。ギザギザしてないんです。自然のものと人工のものとは非常に違うんですね。そうしますとですね、本当にこう不思議なのが、自然の景色っていうのは大変に綺麗なんですけれども、この富士山の綺麗な景色にの中に溶け込むような人間の建造物とか自動車とか船とかいうとですね、非常に形が難しい。船ぐらいですとですね、かなり穂先も特徴的ですし、まあなかなか自然に近い形をしてるんですが、得てして人工物っていうのは自然と形が違うんですね。で、そのうちに人間がだんだん美術というものとかデザインというものが発達してくると、まあ、自然と同じような、もしくは自然を凌駕するような形を持ったものが出てくるかもしれませんけれども、今のところですね、自然がやっぱり一番美しいんですよね。真ん角形が多いんですね。富士山もまあ三角形っちゃ三角形ですし、まあ、手前にある何か収穫の稲わらの構造物も三角ですよね。それから木もどっちかったら三角形に近いですよね。で、山も木も、まあ、こういった自然にできるものもややこう先が尖って円錐型っていうんですかね、まあ、そういうものが比較的多い。それと平面ですね、平野とかそういった畑とかいった平面、それから、蛇行している川みたいなものがありますね。まあ、いずれも自然の形っていうのはそういう形の組み合わせなんですね。ところが人間が作りますとですね、すぐ四角形になるんですよ。まあ、家もだいたい四角形ですよね。屋根は三角形にすることが多いんですけれども、基本的には部屋の中に入りますと、まあ、四角いところが多いんですよね、すごく。ですから、まあ、人工的なやつは四角、それから自然は三角っていう、まあ、非常に簡単に言うと、まあ、そんな感じがするんですね。やや自然はデコボコしてて少し不定形で端もはっきりしないっていうのが普通で、それに対して、例えば部屋の周りを見渡したり、ベッドにしろテレビにしろですね、何にしても我々と端がすっきりしてピシャーンとしてるんですね。ギザギザしてないんです。
自然のものと人工のものとは非常に違うんですね。そうしますとですね、本当にこう不思議なのが、自然の景色っていうのは大変に綺麗なんですけれども、この富士山の綺麗な景色にの中に溶け込むような人間の建造物とか自動車とか船とかいうとですね、非常に形が難しい。船ぐらいですとですね、かなり穂先も特徴的ですし、まあなかなか自然に近い形をしてるんですが、得てして人工物っていうのは自然と形が違うんですね。で、そのうちに人間がだん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 美術というものとかデザインというものが発達してくると、まあ、自然と同じような、もしくは自然を凌駕するような形を持ったものが出てくるかもしれませんけれども、今のところですね、自然がやっぱり一番美しいんですよね。マッターホルンとか富士山とかいう山もものすごく綺麗ですし、それから人間の手がちょっと加わったぐらいの範囲であれば、まあ、田園風景とかですね、まあ、そういうのも非常に見事なものがあるんですが、人間の都会はですね、まあ、よっぽどのとこ以外はほとんどがピシャーンとしてるんですね。ギザギザしてないんです。自然のものと人工のものとは非常に違うんですね。そうしますとですね、本当にこう不思議なのが、自然の景色っていうのは大変に綺麗なんですけれども、この富士山の綺麗な景色にの中に溶け込むような人間の建造物とか自動車とか船とかいうとですね、非常に形が難しい。船ぐらいですとですね、かなり穂先も特徴的ですし、まあなかなか自然に近い形をしてるんですが、得てして人工物っていうのは自然と形が違うんですね。で、そのうちに人間がだん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 美術というものとかデザインというものが発達してくると、まあ、自然と同じような、もしくは自然を凌駕するような形を持ったものが出てくるかもしれませんけれども、今のところですね、自然がやっぱり一番美しいんですよね。マッターホルンとか富士山とかいう山もものすごく綺麗ですし、それから人間の手がちょっと加わったぐらいの範囲であれば、まあ、田園風景とかですね、まあ、そういうのも非常に見事なものがあるんですが、人間の都会はですね、まあ、よっぽどのとこ以外はほとんどが、まあ、汚らしいですね。つまり人工的なものはほとんどが汚らしくて、自然のものはほとんどが綺麗だというのは、私たちのやっぱり人間の持つ感性がですね、まあ今から1万年ぐらい前まで、まあもっとこっちかもしれませんが、2000年ぐらいまではですね、自然の中に我々が住み、それが残っているということが言えますね。まあ文化的遺伝子として残っているのか、それともミラーニューロンのような形で残っているのかは分かりませんが、いずれにしても我々の体の中に染み渡っているわけです。建物もそうでですね、部屋の中なんかの壁もですね、非常に難しいわけです。壁材っていう壁にはですね、まあ、普通は安上がりで済ませるためなんですけれども、まあ、合板でできた材木とかですね、あるいはコンクリート、スレートといったもののですね、上に壁紙を貼るわけですが、これはもうどんなうまくデザインした壁紙貼ってもですね、あまり人間にはいい感じがしないんですね。で、壁材で最もいいっていうのはやっぱり漆喰、大理石、無垢の木という感じになってしまうんですね。で、まあこれはもちろん漆喰にしても大理石にしても、それから無垢の木にしても、いずれも自然物ですね。漆喰とか大理石は無機物ですから、もともと死んでいるものなんですが、樹木は生きているものを切って三角っていう、まあ非常に簡単に言うと、まあそんな感じがするんですね。やや自然はデコボコしてて、少し不定形で端もはっきりしないっていうのが普通で、それに対して、例えば部屋の周りを見渡したり、ベッドにしろテレビにしろですね、何にしても我々と端がすっきりしてピシャーンとしてるんですね。ギザギザしてないんです。自然のものと人工のものとは非常に違うんですね。そうしますとですね、本当にこう不思議なのが、
自然の景色っていうのは大変に綺麗なんですけれども、この富士山の綺麗な景色にの中に溶け込むような人間の建造物とか自動車とか船とかいうとですね、非常に形が難しい。船ぐらいですとですね、かなり穂先も特徴的ですし、まあなかなか自然に近い形をしてるんですが、得てして人工物っていうのは自然と形が違うんですね。で、そのうちに人間がだんだん美術というものとかデザインというものが発達してくると、自然と同じような、もしくは自然を凌駕するような形を持ったものが出てくるかもしれませんけれども、今のところですね、自然がやっぱり一番美しいんですよね。マッターホルンとか富士山とかいう山もものすごく綺麗ですし、それから人間の手がちょっと加わったぐらいの範囲であれば、田園風景とかですね、そういうのも非常に見事なものがあるんですが、人間の都会はですね、よっぽどのとこ以外はほとんどが、汚らしいですね。つまり人工的なものはほとんどが汚らしくて、自然のものはほとんどが綺麗だというのは、私たちのやっぱり人間の持つ感性がですね、今から1万年ぐらい前まで、もっとこっちかもしれませんが、2000年ぐらいまではですね、自然の中に我々が住み、それが残っているということが言えますね。文化的遺伝子として残っているのか、それともミラーニューロンのような形で残っているのかは分かりませんが、いずれにしても我々の体の中に染み渡っているわけです。建物もそうでですね、部屋の中なんかの壁もですね、非常に難しいわけです。壁材っていう壁にはですね、普通は安上がりで済ませるためなんですけれども、合板でできた材木とかですね、あるいはコンクリート、スレートといったもののですね、上に壁紙を貼るわけですが、これはもうどんなうまくデザインした壁紙貼ってもですね、あまり人間にはいい感じがしないんですね。で、壁材で最もいいっていうのはやっぱり漆喰の関係、例えば寿命の第三原則なんかを話してまいりましたけれども、人間の感性というのは単に生物と生物の間ばかりでなくて、生物と無生物の間とか、私たちの建物の中とか、それから四角形で作られた非常に冷たい幾何学的な空間というものに対してですね、やっぱり安らぎを感じないわけですね。こういったものがですね、人間全体にどういう影響を与えてるかということはまだ分かってないんですね。非常に科学者の中で困った人たちがいてですね、困った人たちというのも私傲慢なんですけども、実は今までの科学で分かってるところと分かってないところがあるわけですね。おそらくは分かってないところが非常に多いわけです。その分かってないところの一つに、まだ見つかってない通信手段とか、例えば私たちはテレビとかそういう電磁波の通信手段は知ってるんですね。これは雷があったので電気というものが分かり、マックスウェルが電磁方程式を作り、そして我々は今テレビとかスマホとかあらゆるものに電気を使っているわけですね。ただこれはその雷というのがあっただけのことで、まだ人間相互の通信手段であるとか、それがその人間相互が通信しているのか、それとも人間が目で見たものが相互に共通した概念になって、それが脳で処理されることによってやはり共通的なテレパシーのようなのが発生するのか、それとも具体的なその通信手段があるのかということはまだわからないんですね。死後の世界もそうですし、別の宇宙もそうです。しかしそういうのはそのこれから見つかっていく可能性があるわけですね。ある人がですね、壁から自分たちに送る通信のセンサーっていうのをもし発見したら、それでまた大きな新しいいろんなものが発見されるでしょうね。それをギブスンたちがですね、アフォーダンスと言ったりして、随分研究も行われ、アフォーダンスの存在を示す実験なんかもあるんですけども、それでもまだ完全には捉えられてないわけですね。この人間の感性、もしくは我々が快適だと考えること、もしくは私たちがなぜ腹を立てるのか、なぜ風邪をひくのか、なぜ癌になるのか、なぜ背の高さは1メートル70センチなのか、
全部まだ解明がされていない、まあ、領域であるということが言えます。景色とかですね、建造物、まあ、いっぱいあるわけですね。その中にはこう非常に美しいなと思うのと、まあ、ごちゃごちゃしてるなとか思ったりするのはあるんですね。まあ、この人間がこの自然から生きてきたと。